はい、こんにちは、116インズです。今回はオールスターについてのお話をしていこうかなと思っております。昨年はコロナのせいで短縮シーズンとなってしまい、オールスターも中止ということになりましたが、今年は2年ぶりに行われる予定となっております。現地時間7月13日にロッキーズの本拠地であるクアーズフィールドで行われる予定となっていて、ただ今季のオールスター最初からコロラドで開催予定だったわけではなく、もともとはブレイブスの本拠地であるトゥルイストパークで開催予定だったんですが、今年ジョージア州で可決された投票制限法に MLB が反対を表明するためにオールスターの開催地が変更となりました。個人的にはアトランタでのオールスター開催をそういった形で反対するのであれば、そもそもブレイブスがアトランタで普通にシーズンを行ってていいのかと思ったりもしましたので、その意思決定は果たして適切なのかとも思いましたが、まあ、今のアメリカではやむを得ないのかもしれません。ということで、突如開催地が変わった今年のオールスターですが、すでに出場選手を決めるファン投票も始まっています。ファン投票については各ポジションで各球団から選手がノミネートされているんですが、日本人選手としては唯一エンゼルスの大谷翔平選手が DH でノミネートされています。大谷選手は今季投打で活躍し、バッティングの面ではホームランもすでに16本とエンゼルス打線の中軸として機能していますが、実はまだオールスターに選ばれた経験はないんですね。成績や今季のインパクトからして選ばれる可能性は十分あるんじゃないかと考えています。日本人選手がファン投票でオールスターに選ばれたのは過去に3人いまして、最も直近では福留孝介選手が2008年のカブス時代に選ばれていますが、久々にオールスターのスターティングメンバーに日本人選手が名を連ねることはできるでしょうか。今回のオールスター投票は2回のフェーズに分けて行われます。まず今すでに行われているフェーズ1の投票では、ファンは内野手とキャッチャーを各ポジション1人ずつ、外野手についてはライトやセンター、レフトといった括りを無視して外野手というグループで3人、またエール限定で大谷選手もノミネートされている DH を1人の両リーグ合わせて17人の選手に対して投票することができます。投票は1日5回まで行えますので、同じポジションで投票したい選手が何人かいる場合でも対応できるようになっているのはいいですね。でこのフェーズ1で投票数が上位に入った選手たちで再度投票を行いまして、今度はこの結果をもってオールスターに先発出場する選手を決めていきます。外野手は投票上位9人、それ以外のポジションは上位3人で投票をすると。皆さんの中にも大谷選手をオールスターでスタメンで出したい、あるいは皆さんが個人的に応援している選手たちをオールスターに送り出すためには2回の投票フェーズを勝ち抜く必要がありますので、毎日欠かさず投票を行いたいところですよね。ただそうは言ってもどうやって投票すればいいのかわからない、投票したい特定の選手は決まっているけど他のポジションの選手がわからないなど、投票に際しての悩みがもしかしたらあるかもしれませんので、今回は私が実際に投票する様子を撮影しましたので、ここで投票方法を確認していただくとともに、ついでに私の選出も簡単にご紹介しようかなと思っております。はい、で MLB.com、 MLB の公式サイトですね。こちらにパソコンからアクセスするとこんな感じでトップ画面が出てくるかと思います。これを少し下へスクロールしていただくと、ここからですね、ここですね、ここから投票画面に飛ぶことができますと。なので今回ここをクリックしていきます。するとこんな感じで投票画面が出てきます。左がアメリカンリーグで右がナショナルリーグとなっていまして、ファーストから順に各ポジションの選手を選んでいくという形になっております。でもしここのリストにノミネート選手の一覧に自分の投票したい選手がいないってなった場合には、ここのライトインプレイヤーというところから選手名を記入すれば投票ができるようになっています。例えばドジャースのアルバート・プホルスなんか今回リストにいませんので、彼に投票したいっていう場合はここにですね、こんな感じで、まあ、プホルスと書いていただければ投票ができるようになっていますと。まあ、今回プホルスには投票しないので今回外しちゃいましたけれども、では早速ですね、投票の方をやっていこうかなと思います。まずはエールのファーストから選んでいきますが、そうですね、個人的に推したいのはやっぱりここのブルージェイズのゲレーロジュニアでしょうかね。今季痩せたおかげか、ここまで MLB トップのホームラン18本とついに覚醒した感じが出てきましたし、スーパースターの階段を歩み始めたなという印象です。まあ、他にも大腸がんを克服したオリオールズのマンシーニですとか、あとは攻守に目立つアスレチックスのオルソン、あとはですね、野手に転向してチームの中軸に成長したエンゼルスのウォルシュもいいですが、さすがに今回はゲレーロジュニアにしようかなと思っております。ゲレーロをクリック、こんな感じですね。するとですね、こんな感じで星がついてこの選手に投票しますという表示になります。続いて NL ですけれども、 NL はちょっと迷いますね。昨年の MVP フリーマンはちょっと調子を落としていますし、あとはフィリーズのリース・ホスキンスですとか、
あとは好調ジャイアンツを支えているブランドン・ベルト、このあたりの選手個人的に好きなんですけども、まあ、今回はそうですね、やっぱりドジャースのマックス・マンシにしましょうかね。ドジャースは今季打線に故障者が出たり不調の選手がいたりとなかなか思い通りにいっていない中で、マンシーがシーズンを通して非常に頑張っていますし、また個人的にファンタジーベースボールで使っているので応援したい選手の一人です。マンシーをクリックして、これで両リーグのファーストの投票はおしまいです。まあ、こんな感じですね。ゲレーロジュニアとマンシーが入ったという感じですね。では続いてセカンドの方を見ていきたいなと思うんですけれども、エールのセカンドはそうですね、まあ見ていきますけれども、やっぱりアベレージを残しているホワイトソックスのニック・マドリガル、あとは個人的にブレイクに期待したレンジャーズのニック・ソラックとかもいますけれども、ソラックはちょっと最近かなり調子を落としてしまった印象ですね。なので今回はブルージェイズのマーカス・セミーにしようかなと思います。去年までアスレチックスでプレーして、2019年は MVP 投票3位にも入った選手なんですけれども、昨年は FMI 最後の年ながら散々な1年を送ってしまって、ブルージェイズと1年契約を結ばざるを得ませんでしたが、今のところ19年に近いパフォーマンスといいますか、チームが求めていたものを全て出してくれているんじゃないでしょうかね。このままいけばオフにもいい契約をゲットできそうです。ということでセミンをクリック、まあ、こんな感じですね。では続いて NL の方を見ていきますけれども、 NL そうですね、まあ、こちらも結構いい選手が多いんですけれども、まあ、ブレイブスのオールビーズですとか、あとはマーリンズのチゾム、あとはそうですねパイレーツのアダム・フレイジャーも今すごい打率いいですもんね、まあ、かなり頑張っている印象がありますけれども、まあ、今回はまあせっかくのコロラド開催ですから、ロッキーズのライアン・マクマンにしましょうかね。ストーリーの調子がいまいちな中で、キャリアハイのペースでホームランをここまで量産することができていますし、オールスターにふさわしいんじゃないかと個人的に思っております。ではこんな感じでマクマンが入りまして、セカンドも決まりました。じゃあ次はサードの方を決めていきましょう。エールで選ぶとしたらそうですね、まあ、レッドソックスのラファエル・デバーズ、あとはホワイトソックスのヨアン・モンカーダ、あとはインディアンスのホセ・ラミレス、まあ、このあたりの選手ですかね、まあ、正直全員に入れてあげたいぐらいな感じの選手たちですね。まあ、去年体調を崩して、まあ、全く思い通りにいかなかったんですけれども、今季きっちり成績を戻してきまして、地区周囲のチームを支えるモンカーダに今回は入れますけれども、まあ、ここはですね、もしかしたら投票するたびに変えるところかもしれません。今回はモンカーダにします。で NL ですけれども、昨年までロッキーズに在籍して、今カージナルスに在籍しているノーラン・アレナド、あとは今季復活を果たしましたカブスのクリス・ブライアント、でこちらもまたベテランらしくチームを支えるジャイアンツのエヴァン・ロンゴリア、ちょっと怪我しちゃったんですけれどもね、まあ、ロンゴリアも非常にいい成績残してますし、あとはしれっとブレイブスで結構いいシーズンを送っているのがオースティン・ライリー、まあ、非常にですね成績もご覧の通りということで、まあ、かなり充実したシーズンを送っている選手たちが揃っていますが、まあ、個人的にはやっぱり MVP クラスの成績をここまで残しているブライアントにしてあげようかなと思います。今季カブスはダルビッシュ選手を放出していますが、今のところ地区首位を走っていますし、まあ、その一つにこうしてブライアントが復活したというところは大きいんじゃないかと思っていますし、まあ、彼がオールスターに行く分には全然おかしくはないのかなと思っております。ということでブライアントをクリックして、これでサードも決まりました。では続いてショートですね、ショート入れていきましょう。ショートエールのショートで攻撃面でまあインパクトを残しているのはやっぱりレッドソックスのザンダー・ボガーツとかでしょうかね。あとは実はウィンズ・アボブ・リプレイスメントで結構 MLB 上位に来ているのがレンジャーズのアイゼア・カイナー・ファレファですとか、あとはレイズのジョイ・ウェンドル、この辺もね結構いい成績残してるんですけれども、まあ、今回はまあ完全に好みなんですけれども、こちらのボガーツを選んでいこうかなと思います。で NL ですけれども、まあ、ここもね個人的に見たいという部分も大きいんですけれども、まあ、パドレスのフェルナンド・タティス・ジュニア一択なのかなと個人的には思っています。彼のスター性というところもそうなんですけれども、今季怪我ですとか、あとはコロナ感染で結構な試合数を欠場しているんですが、それでもこの成績、今のところ MLB トップクラスの成績を普通に並べていますので、まあ、オールスターでもねどんな活躍を見せてくれるのか非常に楽しみな選手ですね。ということでタティスクリックして、これでショートも決まりましたと。はい、で続いてキャッチャーなんですけれども、キャッチャーはそうですね結構迷うんですけれども、まあ、全部迷うって言ってるような気もするんですけれども、まあ、攻撃の数字で考えたら、まあ、ロイヤルズのサルバドール・ペレスとか、まあ、あとはあのマイク・ズニーノが、あのレイズのマイク・ズニーノが結構しれっとですね、ホームランを量産してたり、もうすでに12本打ってるんですけども、まあ、このあたりね、結構いい成績残してるんですけれども、まあ、今回はロイヤルズのペレスにしようかなと思います。で続いて NL ですけれども、 NL はそうですね、カーソン・ケリーとかね、まあ、ダイヤモンドバックスの選手ですけれども、なんかしれっとブレイクしてますし、まあ、あとはヤディア・モリーナですよね。まあ、あと何年かで引退するかもしれないみたいな話が出ていた選手ですけれども、ここまで攻撃面でね結構充実したシーズンを送っていますよね。あとは去年欠場したんですけれども、ジャイアンツのバスター・ポージー、
まあ、去年はですねコロナを理由として出場辞退ということを選んだんですけれども、まあ、今年はですね結構休み休みの起用ながらなんかもう打撃がですね全盛期に戻ったといいますか、まあ、OPS も10割に近いような成績ですから、まあ、本当に彼はオールスター今回いけるんじゃないかと思ってますし、個人的にねファンタジーベースボールでも何年もバスターポジは使っている選手ですので、まあ、そういったところでも非常に彼の活躍というのはずっと追っているところなんですけれども、まあ、今回はですねポージにしておこうかなと思います。でこれでご覧の通りキャッチャー AL はペレス、そして NL はポージということで、最後ですね外野の方を選んでいきましょう。続いて外野手、ここは3人選ぶ分やっぱり選択肢も非常に多いですね。まあ、怪我をする前は MVP まっしぐらの成績を残していたツインズのバイロン・バクストン、あとは、先日動画にしましたけれども28歳にして大ブレイク中の元巨人のレンジャーズアドリス・ガルシア、他にも我らがマリナーズで唯一といいますかオールスターに行けそうな野手としてミッチ・ハニガー、他にもヤンキースのアーロン・ジャッジですとか、あとは、今季ブレイクした選手の中ですと見た目は単打を稼ぐようにしか見えないんですけども結構長打を量産して、そして見た目通り足はめちゃくちゃ速いというオリオールズのセドリック・マリンズ、こちらも怪我しちゃいましたのでちょっとオールスターに間に合うのか怪しいですが、現役最高の野球星人ことエンゼルスのマイク・トラウト、個人的にはまあこれはすごく個人的なではあるんですけれども、やっぱりハニガーをすごく応援していますし、まあ、彼をね一番応援している選手でもあるんで、まあ、彼に入れるのは確定として、まああとは、ジャッジ、あとはトラウトにしましょうかね。まあ、トラウトちょっと間に合うか怪しいんですけれども、今回はトラウトにします。まあ、ジャッジは成績からして文句なしだと思いますし、まあ、トラウトはやっぱり彼をオールスターで見たいなという気持ちがすごく強いですね。トラウト VS、それこそそうですね、メッツのジェイコブ・デグロムとか、まあ、現役最高のバッターとピッチャーの対戦とかやっぱり見たいじゃないですか。もうこの辺は完全に自分が見たい選手で選んじゃっていますが、まあ、ファン投票なんでその辺は許してください。で、NL に移っていきますが、まずはそうですね、一番上から見ていくと、まずブレーブスのアクーニャ Jr. には入れたいですね。ブレーブス打線もなかなか苦しい状況ですが、その中で彼はしっかりスターらしい成績を残していますし、ホームランも現状リーグトップと、他にも、まあ、ドジャースのムーキー・ベッツ、今年ちょっと調子悪い感じがありますけれどもね、あとは、レッツのニック・カスティアノス、今季4年契約の2年目ですが、ようやくチームが期待していたバッターらしくなってきましたね。パドレスのトレント・グリシャム、リードオフとしてはすごく怖い存在ですし、カージナルスのタイラー・オニール、元マリナーズの選手でめちゃくちゃマッチョながらバッティングはずっとイマイチという不思議な選手でしたが、ついにブレイクイヤーを迎えていますね。もともとマリナーズのトッププロスペクトだったこともあって応援したい選手の一人ですね。あとはそうですね、パイレーツのブライアン・レイノルズもここまで素晴らしい1年を送っていますし、ナショナルズの若きスターフアン・ソト、カステヤノスと同じくレッツの外野で大暴れしているジェシー・ウィンカー、成績はものすごいことになってますね。打率3割5分でホームラン17本、 OPS も10割超え、ウィンカーはオールスター経験まだないんですけれどもぜひ行ってほしいなと思う選手ですね。他にも彼は外野という括りが正しいのかわからないんですけれども、ドジャースのスーパーユーティリティクリス・テイラーも非常にいい成績ここまで残しています。ここはアクーニャさっき入れたんですけれども、まあオニールウィンカーにしようかな。まあオニールはまあもともとマリナーズの選手なんで、もう完全にそこはマリナーズ出身選手への贔屓な感じがありますけれども、ウィンカーは成績からしても今回は選ばれてもいいんじゃないのかなと思いますんで、まあ、ウィンカーにしておこうかなと思います。ということで外野がこの3人、 AL はハニガー、ジャッジ、トラウトで、 NL がアクーニャ、オニール、ウィンカーとしました。ということでいよいよ最後 AL の DH 選んでいきましょう。自分としてもオールスターの舞台で見たいので今回は大谷さんに入れるんですけれども、まあ、ここもね非常にいい選手が並んでますよね。上からちょっとね見返していきますけれども、ツインズのネルソン・クルーズ、あとは今季復活を果たした JD マルティネス、ファンタジーで大変お世話になっている選手ですね。他にもレイズのオースティン・メドウズも悪くないですし、あとはホワイトソックスのイェルミ・メルセデスもいいですね。去年まで通算1試合しか出てない選手とは思えない成績ですよ、本当に。ヒメネスとロバートと主力を欠いているホワイトソックスが今地区首位を走っているのは、間違いなく彼の台頭も大きいと思っています。他にも大谷さんの下にフランミル・レイス、インディアンスの選手ですけれども、まあ、彼も結構ねなかなかの成績残していますし、まあ、日本人としては大谷さん一択ではあるんですけれども、まあ、もしかしたらこの投票すんなりはいかないかもしれませんね。さて大谷さん、まあ、今回は選んでいくんですけれども、まあ、これでね全ての投票が確定しましたので、こちらのレビュー&サブミットをクリックすると、まあ、こんな感じであなたの選択はこれですよというのが、まあ、出てくるんですね。で投票内容問題ないよということでしたら、最後にメールアドレスなどの情報を入れていくことになります。
こちらが上からメールアドレス、誕生日、郵便番号、住んでいる国、あとはオプションではあるんですけれども、自分の好きなチームを選んで、でここのチェック、ここですね、ここのチェックを入れているとキャンペーンとかのメールが MLB から来るようになりますんで、まあ、それがちょっと嫌だよって方はこのチェック外していただいて、で最後にここでですね、まあ、人間アピールをしていただいて投票の方完了となります。ちょっとですね、ここ今から埋めていきますんで、ちょっとお待ちください。はい、入力が完了しましたので、いよいよ投票の方を送信していきたいと思います。サブミット要望クリック、これで投票完了です。ちなみにですね、もう一度同じ選手たちに投票したい場合は、ここでまたですね、人間アピールをすれば、マックスの5回までここのボートアゲンから簡単に投票ができるようになっています。結構便利ですね。まあ、こんな感じですね、投票していけば大丈夫ですので、まあ、皆さんもですね、ぜひ投票してみてはいかがでしょうか。ということで、ちょっと長くなっちゃったんですけれども、ここまでが投票の手順となります。でパソコン持ってないよという方は、実はスマホからも簡単にできるようになっていまして、MLB の公式アプリからも投票ができるようになっています。MLB の公式アプリ開いていただいて、右下に More というところがあると思うんですけれども、で中に MLB オールスターバロットという欄がありますので、そこからですね、タップしていただくと、さっきと同じような画面が出てきますので、もしかしたらですね、皆さん、まあ、スマホの方がおそらく今持ってる方の方が多いでしょうから、まあ、そちらから投票していただく方が楽かもしれません。ということで今回の動画ご覧いただいて、まあ、ちょっとですね、投票してみようと思った方はぜひ投票してみてはいかがでしょうか。オールスターは今から約1ヶ月後ですが、果たして大谷選手は選出されるでしょうか。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。